皆さんこんにちは、カジノ TV のタイジュです。今回はテキサスホールデムポーカーのオッズについて解説していこうと思います。前回アウツについて解説しましたが、まだそちらを見ていない方は概要欄に貼っておきますので、まずそちらを見てからの方が分かりやすいと思います。このオッズもアウツ同様、ポーカーをする上でとても大切な考え方になってきますので、ぜひ最後までご視聴をお願いいたします。オッズというのは競馬とかでよく耳にするようなオッズと同じで、かけた額が何倍になって戻ってくるのかを示すものです。ポーカーで考えると少し難しくなるので、まずは簡単なコイントスを使ってオッズを解説していこうと思います。例えばコイントスで表か裏かにお金を1万円かけて予想が的中したらかけた額の2倍もらえる、そういったゲームに参加したとします。要は勝てばプラス1万円、負ければ没収されてマイナス1万円ですよね。このゲームを10回プレイしたとします。コイントスで表と裏が出る確率は 50% ずつですので、理論上10ゲームを行うと5勝5敗になって、5勝分のプラス5万円と5敗分のマイナス5万円が相殺されて、収支はプラス0になるはずです。実際は確率の偏りがあるので、10ゲーム行うと6勝4敗のように勝ち越したり、3勝7敗というように負け越したりすることはあります。ですがこれを1000回だったり1万回などと試行回数を増やすことによって、表と裏の出る確率が 50% に近づいていきます。そうすると収支の方ももちろんプラスマイナスゼロに近づいていきます。なので確率というのは短期的に見れば確率の偏りで勝ったり負けたりするかもしれませんが、試行回数が増えれば増えるほど長期的に見て理論上の数値、今回の場合はプラスマイナスゼロの数値に確率は収束していく、そういった性質を持っているわけなんですね。ではこのコイントスのゲームの勝った時の配当を3倍にしてあげて、負けた時は変わらずマイナス1万円だとどうなるでしょう。勝った時はプラス2万円、負けた時はマイナス1万円のままですので、例えばこのゲームを100回行うと理論的には50勝50敗になるはずですよね。ということは50勝でプラス100万円、50敗でマイナス50万円なので、収支はプラス50万円になるわけです。逆に勝った時の配当を 1.5 倍にして、負けた時は変わらずマイナス1万円だとどうなるでしょう。勝った時はプラス5000円、負けた時はマイナス1万円なので、100回このゲームを行うと50勝50敗、50勝でプラス25万円、50敗でマイナス50万円なので、収支はマイナス25万円になってしまいます。要するにオッズというのは、一番初めに説明したようにかけた額が何倍になって戻ってくるかということを示すものなので、このコイントスのオッズというのは2倍となり、勝った時の配当が2倍になることが理論上プラスマイナスゼロになるわけですから、配当が2倍より多くもらえる場合は確率的に儲かるゲームだということがわかります。そして2倍より配当が少ない場合は確率的に儲からないゲームだということになります。この考え方をこれからポーカーに当てはめて解説していこうと思います。ポーカーではこのオッズをポットオッズと言って、今までのプレイヤーたちがかけた金額が集められた賞金であるポットと、自分が
誰かのかけたベッドに対してコールするのに必要な額との比率のことを指します。これには公式があり、ポッドウォッツイコールポッドの金額割るコールに必要な額となりますので、しっかりと覚えておきましょう。例えば自分と A さんが1対1のヘッズアップになったと仮定します。ポッドにはすでに100ドル入っていて、 A さんが100ドルベットしてきました。そして自分のアクションの順番が回ってきたとします。この時自分は100ドルコールするのに対して、もしコールするとすでにポットにあった100ドルと A さんのベットした100ドル、そしてこれから自分がコールする100ドルがポットに入るので、合計ポットは300ドルになります。なのでポットオッズというのは、先ほどのポットオッズの公式に当てはめて、300ドルのポットに対して自分の100ドルのコール額の比率イコール300ドル割る100ドルのポットオッズが3倍というふうになります。そして次にポットオッズが分かったら、それに見合う必要勝率に変換していきましょう。必要勝率の求め方は100割るポットオッズで求めることができます。先ほどのポットオッズに当てはめると、100割る3イコール 33.3% になります。 33.3% より自分のハンドが勝つ可能性があるのであれば、コールした方がいい、そのゲームに参加した方がいいとなるわけです。逆に 33.3% よりこのハンドの勝率が低ければ、コールしない方がいい、そのゲームに参加しない方がいいというふうになります。これでポットオッズと必要勝率について大方の理解はできたと思います。結構分かりづらい部分ではあると思いますので、何回か巻き戻して聞いて理解していただくか、ウェブにも詳しく掲載しておりますので、概要欄からチェックしてみてください。ではここからは実際にカードを使ってポットオッズと必要勝率をどのように実践で使っていくかを解説していこうと思います。例えばコミュニティカードにキングのハート、2のハート、3のスペード、9のダイヤが出ていて、自分は8のハートと7のハート、そして対戦相手の A さんはキングのスペード、クイーンのダイヤを持っていると仮定します。もちろん実戦では相手のハンドは見えていませんので、今回は便宜上見えていることとして解説していきます。自分のハンドは現状ノーハンド、そして相手のハンドはキングのワンペアを持っているので現状負けていますよね。自分が逆転して勝つには何のカードが来ると勝てるのか、前回解説したアウツをもとに考えてみましょう。今回はハートが自分のハンドに2枚、コミュニティカードに2枚の計4枚見えているので、あと1枚ハートが来ればフラッシュになる、フラッシュドローの状態なので9アウツ見つかったと思います。5枚目のリバーのカードがハートである確率は9アウツ ×2% で約 18% になります。厳密には 20.45% ですが、今回は簡単に考えて 2% を掛け合わせる方式でいきたいと思います。自分がリバーでフラッシュを完成させて勝つ確率が 18% 分かりました。では先ほどポットオッズのところで説明した A さんとのヘッズアップの場面を思い出してみてください。ポットにはすでに100ドル入っています。 A さんはキングのスペード、クイーンのダイヤでワンペアを持っていて100ドルベットしました。自分は8のハート7のハートのフラッシュドローで100ドル
この100ドルに対してコールするか否かを考えています。この状態でポットオッズは3倍、必要勝率は 33.3% でした。そして自分が8のハート7のハートでフラッシュを完成して A さんに勝つ確率は 18% でしたので、必要勝率と実際に自分が A さんに勝つための確率を比べてあげると必要勝率に届いていないことがわかります。ということは必要勝率より勝率が低いので、自分のハンド今回の場合はコールしない方がいいというふうになるんですね。ではもう一つシチュエーションを変えて考えてみましょう。では今回はコミュニティカード、ジャックのハート、6のクラブ、7のスペード、エースのダイヤ、そして自分のハンドは5のクラブ、8のクラブ、そして対戦相手の A さんのハンドはエースのスペード、ジャックのスペードだったと仮定します。現状自分はノーハンド、 A さんはエースとジャックの2ペアです。ここでポットは100ドル貯まっています。そして A さんは先ほどの100ドルとは違い20ドルベットしました。ここで自分はこの20ドルに対してコールした方がいいのかフォールドした方がいいのかを考えていきましょう。今回ちょっとレイズという選択肢はなしにします。まず先ほどと同様にポットオッズと必要勝率を算出していきましょう。ポットオッズはポットの金額割るコールに必要な額なので、コールに必要な額20ドルですね。すでにあったポットの100ドルと A さんのベット20ドル、自分がコールした時の分の20ドル合わせて140ドルになり、公式に当てはめて140ドル割るコールする分20ドルをしてあげるとポットオッズは7倍となります。オッズが7倍と分かったら次は必要勝率を求めていきましょう。必要勝率は100割るポットオッズなので、今回100割る7をしてあげると14.29% になります。これで必要勝率が分かったので、もう一度カードに注目してみましょう。自分のハンドは5のクラブと8のクラブ、そしてコミュニティカードに6と7があるので5、6、7、8と連続しているので、オープンエンドストレートドローということが分かります。オープンエンドストレートドローは8アウツというのは前回解説しましたね。そしてリバーにこの8アウツが来る確率は 2% をかけることによって勝率の近似値が出てきます。今回は8アウツかける 2% で 16% です。先ほどの必要勝率14.29% を超えているので、この A さんの20ドルのベットに対して自分はコールした方がいいというふうになるわけなんですね。ポットオッズや必要勝率について理解できましたか？慣れないと実戦でこんなの無理ってなってしまいがちなんですが、ある程度のベット金額に対する必要勝率を覚えておくといいと思います。例えばポットの4分の1 25% ベットは必要勝率 16.6% です。ポットの半分 50% ベットは 25%、 ポットと同じ額 100% ベットは 33.3% になります。この3つは最低でも覚えておくと実戦で1から計算することなく時間短縮ができると思います。
今回は確率的なお話になってしまい、たくさん数字が出てきました。なかなか1回では理解するのが難しいと思います。詳しくはウェブでも解説していますので、概要欄からチェックしてみてください。今回の動画がためになった、面白かったと思ったら高評価とチャンネル登録等をお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。プレイヤー3点、バンカー6点、カードフォープレイヤー、プレイヤー6点、タイプ。